フォックスコーポレーションはアメリカニューヨークに拠点を置くテレビ放送の企業。2019年に前身となる21世紀フォックスがウォルトディズニーカンパニーに買収された際に発足した。2017年12月、ウォルトディズニーカンパニーが21世紀フォックスの映像制作事業、ケーブル放送事業、映像配信サービス事業の買収を発表した。そして残った事業に関しては、 新たな会社が立ち上げられ事業を継続することとなった。これはディズニーがすでに放送ネットワークである ABC やスポーツ放送局である ESPN の大部分を所持しているため、河川が懸念されたためである。2018年に入るとコムキャストが21世紀フォックスの買収を考えていることが明らかになった。これはイギリスのメディア企業スカイ獲得のためで 当時21世紀フォックスはスカイの株を多数保有していた。そのためディズニーは21世紀フォックスの買収額を大幅に引き上げることとなった。しかしその後、コムキャストは21世紀フォックスの買収を断念し、その理由をスカイ単体での獲得へ集中するためとしている。2019年3月12日、ディズニーは2019年3月20日までに買収が、 完了すると発表した。そして2019年3月19日、FOX Corporation が S&P500 で21世紀ックスと入れ替わる形で正式に取引を開始した。ありがとうございます。